はい、皆さんこんにちは。今回ですね、日本全国の松屋やっていきたいと思います。まあ私普段松屋結構利用するんですけど、本当に安くて美味しくて最高の店だと個人的に思ってます。まあそんなね、常連客の私なら2万5000点取れるんじゃないかということでやっていきたいと思います。今回もね、移動なしでやっていこうかなと思います。さあ早速やっていきましょう。はい、まずこちらですね。鳥貴族があって、桜川で、電話番号06ですね。はい、なので大阪かな。大正橋、境川、うん、新何和筋、境方面、うん、大阪っぽいね。はい、で、これは29号線を見つけるのが早いかな。でもごちゃごちゃしてて見にくいね。高速見た方が早いかな。西長堀っていうところに近いらしい。長堀あったよ。西長堀。これか。西長堀ありましたね。で、29号線がここの近くにあるね。これだね。あれ？今29って書いてなかった？あ、そうだよね。これだよね。これが29。で、ローダングとしてはそうですね、東西ですね。かなり大きな通りで、北側にこうぐるって高速が曲がってるとこなんだよな。あ、ここじゃない？桜川、ここだ。ここの、こっち側にあるはず。松屋。ここら辺にあるはず。鳥貴族あったー。鳥貴族、で、松屋はない。はい、表示されませんでしたが、鳥貴族のところで合ってると思います。OK、4メートル。いいね。はい、ちょっとね、時間かかっちゃいましたが、見つけることができました。さあ、続いていってみましょう。はい、これは？カニエ？カニエってどこよ？カニエウエストしか知らないけど、056ですね。なるほど。愛知県かな？カニエってあるかな？あ、カニエ町ありましたね。はい、ここですね。いやー、さあカニエ町を見つけたんですが、これは南北の道で、これは二車線に分かれてて、南北の道。良さそうだよね、角度的にも。ここっぽいな。これの西側に松屋があってほしい。ちょっと待って。マックだね。マックの近くだね。マックさっきなかった。あった。ここだ。マックの近くの松屋。あったー。ここですね。オッケー。はい。ということで、カニエがね、見つかったんで、見つけることができました。オッケー。6メートルですね。さあ、続いていってみましょう。はい。この松屋ですね。続いて。お、マイカリー食堂じゃん。これね、松屋がやってるやつ。セットでね。
よくありますよね。マイカリー食堂と松屋がね。うん。まあ、松の屋の方が多いと思うんですけど、これもね、松屋の系列なんですよね。さあ、続いて、これどこなんでしょう？溝口駅。なるほど。溝口じゃなくて、これ溝の口だっけ？これ、ここら辺じゃなかったっけ？溝の口。あれ、溝の口と溝口、違うんだっけ？ここら辺難しいよね。向こう側か遊園だって。ここら辺じゃない？溝の口じゃないのかな？溝口ってある？溝口駅。向こう側か遊園あるよ。ここに。溝口。ないね。溝の口でいいのかな、やっぱり。のが入ってるんですよね、ここに。ただ、これで溝の口って読んだような気もしなくもない。なんか、かじがや駅って書いてあるよ。え？全然違くない？何これ？どういうこと？溝の口行き。溝の口駅行きか。これはかじがや駅ですね。なので、こっちか。はい。こっちですね。かじがや駅の、目の前の松屋。ここら辺に松屋があると嬉しいけど、あったー！ということで、ここですね。よし、見つけたぞ。はい。OK、5メートルですね。はい。さあ、これはね、まあ、知ってる地名でしたね。はい。続いていってみましょう。これは？お、松の屋併設タイプ。いいね。さあ、これはどこなんでしょうか。まず、これですね。これは、イチョウのガードレールなので、東京の、松屋だと思います。それしかわかんないの？だときついけど。なんか書いてないかな。お、世田谷用賀駅って書いてあるね。はい、ということで、用賀ですね、これ。用賀って、まず世田谷区の、用賀。ここか。はい、ここですね。さあ、用賀駅の、東店なんで、うん、ここら辺でいいんじゃない？ここら辺だと思います。で、ロードアングルは？こんな感じ。ここじゃない？マジで。ここら辺にないかな？日の丸。パチンコ日の丸。松屋。ないね。闘神があるね。ないか。いやー、ここら辺だと思うんだけど。これじゃないのかな？いや、明らかに、こっちじゃないもんね。高速が上に走ってたりとかしないから。いや、東口でしょ？で、この角度。いや、絶対ここだと思うんだよな。他にないよね。ここじゃないし。
松屋が映ってないとかかな、潰れたとかいう可能性はありますね。他のものを見ないとダメだね、こういう時は。鳥屋。南側が、北側もこんな感じ。これはどこなんだ？あ、鳥屋あるよ、ここに。さっき鳥屋あったよね。これだね。鳥屋がここ。鳥屋の一個、こっち側。ここだね。ここに松屋ない？え？ないんだけど。株式会社ウィットルーム。ないね。違うのかな？日の丸。あ、日の丸ヨガ店。これだね。ということは？これは潰れた？潰れたか、表示されてないか。いやー。マジか。潰れてんのかな？悲しいですね。はい、ただここだと思いますので押していきましょう。OK、3メートル。はい。いやー、マジか。表示されないパターンもあるんだね。これ厳しい。はい、ラストですね。さあ、こちらですね。はい、この松屋がどこにあるかなんですけど、新杉田店。なるほど。新杉田、045ってあるね。045はですね、横浜ですね。なので、新杉田は横浜にあるんじゃない？杉田あるよ。新杉田あった。ここだね。はい。ということで、これが駅でしょ？だから、駅が、こうあるから、ここら辺にない松屋。ココイチラーメン花月、ここじゃない？ここだね。はい。OK、7メートル。ということで、8メートルか。はい、ということで、今回25000点取ることができました。まあ、関東がね、5問中3問出ちゃったので、まあ、私、関東地方に住んでるので、かなりね、有利な問題だったかなと思います。ってことで、今回の動画、以上になります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。